とその選手層が厚くなりますよね。藤井体勢崩されながらレフト前、この技術が藤井です。さあランナー今これ慌てて帰ってセーフ。オープン戦からね藤井は打ちまくってね、どこまで行くのかなとシーズン入っても勢い止まりませんでしたからね。そうですね。さあ藤井の後はこの谷繁がこれからバッターボックスに向かいます。